クロアチア防衛軍は、クロアチア権利党の武装勢力で、1991年から1992年まで存続した。1992年に指導者のブラジュ・クラリエビッチが殺害されると、ホスは解体され、クロアチアでは、クロアチア陸軍に、ヘルテグ・ボスナでは、クロアチア防衛協議会に吸収された。クロアチア防衛軍は、 クロアチア人及びボシュニャク人によって構成されていた。中央ボスニアに最後まで残ったホスは1993年に解体された。クロアチア防衛軍は頻繁にそのクロアチア語略称であるホスを用いた。ホスは第二次世界大戦のナチスの傀来国家であるクロアチア独立国の軍備であるクロアチア武装軍と頭文字が一致する。 第二次世界大戦のクロアチア武装軍は、クロアチア独立国を支配した、ファシスト組織、ウスタシャの率いた、ウスタシャ民兵の流れを組む戦力であった。ブラジュ・クラリエビッチは、ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争のごく初期の段階の軍事的、指導者の一人であり、ホスの司令官であった。紛争が始まると、クラリエビッチは、ホスをボスニア・ヘルゼゴビナにおける、クロアチア人の兵力の中心に据えた。 クロアチア防衛評議会などの他のクロアチア人勢力と異なり、ホスはボスニア・ヘルツェゴビナを分割して民族浄化によってクロアチア人だけの領域を作ることに反対し、ボスニア・ヘルツェゴビナ全体をクロアチアと合同させることを目指していたホスの旗は黒字で中央に紋章が入っている。紋章は三つ編みの円に囲まれ赤白の市松模様の盾が 白い四角形と四つの編み込み模様の上に重なっている。その上にはホズの文字、下には HSP の文字とザドムスプレムニーの文字が書かれている。ザドムスプレムニーは第二次世界大戦時のクロアチア独立国の敬礼として使われた。ありがとうございます。